宮古島で買った T シャツ。今日のお話は、この T シャツ。これ。とは何の関係もありません。持ってるから見てもらえた方だけ。えー、うちの師匠がね、こういうことを言ったことがあります。あんたたちみたいに道はいくらでもあるのに、わざわざ漫才になりたいっつって入ってくるもの,の気が知らない。こう言ってたんですね。と申しますの、これ、うちの師匠が漫才になった時の、え行きさつ。これが原因なんです。 うちの師匠の両親と申しますのは、荒川小吉林家染め樹というメオ漫才でした。で、ある日のこと、お父さんの小吉さんが、困ったなぁ、どうしようかなぁ、って悩んじゃってるんですって。で、吉江がこれを見まして、お父ちゃんどうしたのって聞いたら、あ、吉江実はね、お母ちゃんが病気になっちゃったんだよ、こう言ったんですって。吉江びっくりしまして、え、お母ちゃん何の病気になっちゃったのって聞いたら、んー、お父ちゃんもよくわかんないんだけど、なんだかね、あのー、 お腹が腫れてきちゃったんだよって言ったんですって。何かしたからお腹が腫れるんです。病気じゃないね。でもね、ソメジュさんが舞台勤められなくなっちゃったのは本当ですから、えー、で、吉屋子供ですから何が起こってるのかわかりません。ですから、えー、お母ちゃんが喋ってることだったらあたりだい大体喋れるよって言ったんですって。 たらお父さんが、うん、じゃちょっとヨシエ喋ってごらんってってこう喋ったらね、ペラペラペラってね、器用に喋ったらしいんです。まあ子供の時分からね、楽屋で遊んで育ってますから、えー、そういうのはね、やっぱり普通の子供よりはね、達、え、者、ー、なんでしょ、そういうところが。んで、お父さんがこれを聞いてまして、あ、これはいけるなと思ったんでしょう。お父さんがね、こういうふうに聞いたんですって。ヨシエは学校で算術のお勉強をするのと お父ちゃんと漫才するのとどっちがいいってこう聞いたんですって。うちの人言ってましたよ。9つの子供に聞きゃね、大概漫才って言うよ。うちの人そう言っちゃったんですよ。そしたらお父さんが、よしじゃあ明日から学校行かなくていいからお父ちゃんと漫才しようって。それで漫才させられちゃったんですよ。 でもね、この時にね、吉江はね、嬉しかったんだと思いますよ。多分、お父ちゃんとお母ちゃん助けられたって嬉しかったんだと思うんです。でもね、吉、え、江、ー、はその時なぜ安受けをしたかと言いますと、一時的なもんだと思ってたと思うんですよ。要するにお母ちゃんの病気が治ればまた学校行って、みんなと遊んだり勉強したりできると思ってたんだと思うんですね。そうはなりませんでした。えー、お母さん、染女さんがまた漫才ができるようになった時に、なぜか今度はお父さんが漫才をやめてしまったんです。 と申しますのは、これほら、漫才でこうやってね、夫婦で動いてますと、今回のような病気になるとも限りませんし、で、また本当の病気になっちゃったりとかね、あと怪我してね、仕事ができなくなっちゃったりってこともありますので、収入の安定を図るために、お父さんもお母さんもミさんも太鼓も両方いける人だったので、お父さんは漫才をやめて、出方をやめて、お囃子さんになったんだそうですね。 今、我々がね、お世話な、寄席でお世話になってるお囃子のお師さんっていうのはみんな、さ、女性ですけど、昔はね、色物関だとね、男でもお囃子さんなんかやってたんでしょう。あ、あの、色物関と申しますのは、あの、落語が出ない寄席です。えー、演芸場ですね。それを色物関と申します。で、今度はお母さんと漫才をすることになりました。でね、えー、うちの師匠ってね、だから最初から内海義絵ではなかったんですよ。最初、お父さんとコンビを組んだときに、荒川小吉吉江と言ってたんです。 ですから、荒川義恵というのが、うちの主張の最初の芸名なんですよ。でね、この荒川という矢語。 あまり皆さん耳慣れないと思うんですけど、あのー、昔はね、えー、荒川というね、芸名の漫才さんが大勢いらしたんだそうです。えー、僕もちょっと研究家じゃないのでわかりませんけれども、えー、卵屋円達という、えー、明治時代のその漫才の、えー、偉い人がいて、その人のお弟子さんの中に何人か、その荒川を名乗った人が、 いるらしいんですね。で、そのうちの一人に荒川義丸という人がいて、この人がお弟子さんを大勢取って、えー、で、荒川というものを大きくしたんですね。えー、一番有名な方で申し上げればね、えー、今、名乗ってはいらっしゃいませんけれども、えー、夢じいとしきみこいし先生。こちらは、あのー、義丸の直弟さんだと思います。ですから、あちらは、あ本来は荒川の系統の漫才さんなんですよ。 えですからね、小石先生が以前テレビでね、おっしゃってたことがあります。あの、吉江のお父ちゃんという人は、あ私らの兄弟弟子なんだっていうふうにおっしゃってたことがありますけどね。うんえー、今、だからね、荒川名乗ってる人はもう絶滅しちゃってると思いますよ。えー、あの、もしいら,いらっしゃったらごめんなさい。えー、流れを組んでる方はいらっしゃると思いますけどね。でねこういうことね、僕ね、あのー、あれなんですよ。う 僕のね、ツイッターのフォロワーさんに、キリヒコ先生っていう方がいらして、で、この先生がね、えー、いろんな伝統芸能とか、こういった演芸の歴史、いろいろ研究をなさってる方がいらしてね、この中でその漫才のことも研究なさってて、で、えー、そのキリヒコ先生からいろいろね、お話、伺ったりなんかすること、教えていただいたりなんかすることあるんですよ。で、ちなみにね、あの、このキリヒコ先生ね、こういう本を、あの、自費出版、あ、逆さになっちゃった、えー、自,自費出版、 されてらっしゃいます。ですから、あの、ご興味のある方は、あの、ぜひともね、この本、これはもう漫才の本ですけどね、えー、漫才の歴史ってどうなんだろうなんていう方がいましたらね、えー、ぜひともね、キリヒコ先生のところのサイトからね、これご、ご,ご購入いただきたいと思います。で、えー、話は元へ戻りまして、えー、で、そんなんで、えー、漫才にさせられちゃいました、うちの師匠はね。えー、ですからね、これはね、一度しか言ったことがないことなんですけど、うちの師匠。 僕にはね、弟子には一度しか言ったことがないことなんですけど、私は親父を恨んでるって言ったことがあるんです。えと、ー、いうことは、あのー、うちの人結局ほら、言葉は悪いですけど、お父さんに騙されるような形で、騙されたような形で、学校辞めさせられて、無理やり漫才にさせられちゃったわけですよ。うん、ですからそのことでお父さんを恨んでるっていうふうに言ったことがあります。親父恨んでるってね、えー、言ってました。 でも、そう言ってる、うちの師匠も、芸人になりたくないと言っている、うっちゃんなんちゃんのお二人を、無理やり芸人にしましたけどね。あの、うっちゃんなんちゃんのお二人を芸人にしてしまったのは、うちの師匠と、亡くなったまさきの社長と、えーまあ、会長ですね、えー。この二人がタッグを組んで、えー、嫌がる二人を無理やり芸人にしちゃったんですから、やってること,と同じなんですけどもね。えー、でもま、うちの師匠は、その、親父を恨んでるって言いました。でもね、それと同時にね、あのー、感謝もしてるんだよって言ってました。 えー、私は結局ずっとその漫才をやってきてね。うん、嫌だったけどとにかく漫才をしてきて、えー、芸人として生きてこられて、今それなりに世間様に顔や名前を知っていただけるようになったのも、これも親父のおかげだから。9つの私を見て、こいつは漫才師としていけるというふうに見抜いた、えー、親父に感謝もしてる。恨みもするし、感謝もしてるんだよっていう風うに師匠が言ってたことがあります。 でね、えー、ちょっとね、えー、これを、これから言う話はね、あの、年中これ、我々には言ってたんですけどね、えー、ちょっとあの、うちの師匠のファンの方にはショッキングな発言になりますので、ちょっとあらかじめ OB を申し上げておきますが、うちの師匠ね、よく言ってたんですよ。私ね、漫才大嫌いもうやめていいって言われた私、今日やめちゃうでもね、私は、えー、子供の自分から物心ついた時から漫才しかしてこなかったから、 私は漫才しかできないから今日やめちゃいますって言って漫才やめちゃったら明日からやることがないんだよだから私は明日も漫才をやるんだよってこういうに言ってましたお姉さんが元気な間はねお姉さんが元気でいてくれる間は私は明日も明後日も漫才やるんだよやだけどねって言ってましたそういう人には一生叶なわないと思う やるんなら一生懸命にやる。やらないんだったら一切やらない。はっきりしなさい。